はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはブラックエクスキューショナーというものさご存知でしょうか。これ先日ですね、このマスターデュエルで遊んでたら、なんかお相手の方がですね、ドヤ顔でこのモンスター出してきて、これ私先行暗記されるという事件が起きまして、これ冷静に考えたんですよ。これブラックマジシャンって書いてあるんですよ、このモンスターに。確かにね、イリュージョンオブカオスが来たんで強化されてるんですね、これ、このデッキ。いや気づかなかったわ、これは気づかなかった。ブラックエクスキューショナー自体これ何するかっていうとですね、自分のフィールド上のブラックマジシャン1体をリリースした場合に特殊ができるっていう効果で、まあブラックマジシャン出す方法はね、結構融合破片とか、まあ、ソウルズとかあるんで割と簡単ですよ。で、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分または相手が通常魔法カードを発動するたび、相手のライフに1000ポイントのダメージを与えるという効果があります。つまりですね、まあ、単純計算、8枚通常魔法を使えば勝てるんですね。で、通常魔法ってドローソース結構あるんで、割とこういう、だからうまいこといくとね、先行でワンキルできちゃいます、ブラックマジシャンと見せかけて先行でブラックエクスキューショナーワンキルをねかますというね、そういうクソレッキーとなっております。今回は頑張ってドローソースを、使いまして、ドローして、ほんでエクスキューショナーの効果を使って相手のライフを先行で削り切る史上最強のアテムデッキご紹介していきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。とかね、ないソリティアデッキっていうのは回してるのも結構厳しいですね成功するかどうか分かんねえから結構厳しいよこれ。エクスキューショナー持ってくんだろ、まあ、一応エクスキューショナーはこれ出るわな。これハンドこれ結構強いんじゃねえかこれ。あとはエクスキューショナーに無限抱擁とかエフェクトペーラーって言われないことを祈るのか。マジシャンズソウルズの効果、これはイルカスを先に使ってからソウルズをすることによってデッキトップをイルカスにしないというね、そういうプリング。そしてブラックマジシャンを特殊召喚。2秒でリリース2秒でリリース、いけ、これが最強モンスターブラックエクスキューショナー誰やねー。まずは無の連続発動。カードを1枚ドローし、お前つえバカつえ。カードを1枚ドローし、お前に1000番そしてさらに強欲で貪欲なツボを発動。デッキからカードを2枚して、お前に1000番あいや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 、悪くないぞ。これいけそうじゃねえか。まずは融合破片の効果により、ブラックマジシャンを特殊召喚。ちなみにこのデッキは召喚ムービーを2回使いこなすと言われているぜ。同じモンスターのみんな、こっちの召喚ムービーもどうぞ。そしてブラックマジシャンが出ながらお前に1000番そして、闇の誘惑を発動。カード2枚ドローしながらお前に1000番あ、来て来て、やべ、これはさすがにいったろ。バゴン、あと3000でしょ。1000、2000、いった。ドンサウザンドの契約を発動。ドンサウザンドの契約の効果によりお前に1000番あ、パンクか、オッケー。うおー、革命ののろしを上げろ、バーンうおー、ブラックマジシャン最強。ブラマジ頼む、これはもう人格するしかない。革命しても間に合わない。うおー、闇の誘惑発動、ぬったいける、まだいける、まだある、まだワンチャンある、まだワンチャンある、まだワンチャンある。諦めたそこで試合終了、諦めたらそこで試合終了なんだよ。